10年前の物語、原発再稼働をせねば、コースどうだか、日本の企業は海外に法人税収なくなって、日本は終わっちまうって、脅された暴走にビビっちゃったか、某原発を再稼働させた、脅したやつは日本の社長をバカにしすぎじゃね、しかもそいつ嘘つきだね。原発は10年以上ほぼゼロ稼働を、54基中稼働は4基、いざとなったら海外に逃げられる、それに沿って言い出したら終わってんな、そんなやつはてめえのことしか考えてねえ、そんなこともわからずに、そんなやつが理想だと言い出したらマジ終わってんな、人を蹴落とさなければ上に行けない、それがキャッピーの警官、 Fucking capitalism I'm dreaming of And of キャッピー Hallelujah And of キャッピー Hallelujah